はい、今回のテーマとしてはブロック上達に欠かせないある一つの要素について解説をしていきたいと思います。卓球においてやっぱり守備力っていうのはとても大事なんですよね。練習でも試合でも多く囚われがちなのが、自分から攻める、攻めるということは全然悪いことではないんですけど、攻めることに目が行きがち、攻めることは正義や、そこに囚われすぎてしまうとプレーに荒さが出てしまうんですよね。やっぱり荒っぽいプレーというのは、時には格上選手に勝つことができても、ポロッと取りこぼしてしまうこともあるんですよね。そうなるとトーナメント戦でなかなか勝ち上がることもできないですし、やっぱりどんな相手に対しても、対応できる能力を上げるために、このブロックといった技術は、しっかり極めておいて損はないです。そこで今回は、そのブロックを上達、自分自身のレベルを上げるために、ここを踏まえていておいてほしいといった一つの要素について今回はお話ししていきたいと思います。その一つの要素というのは、まず相手の取りやすい綺麗なボールを送れるようにしてもらうということです。ここってすごい大事で、綺麗なボールって試合になったら相手は打ちやすくて狙われてしまうようなボールじゃないのって思ってしまうかもしれないんですけど、ただ技術としてこのブロックっていう技術を成長させようと思った時に、ただいやらしいボールを送るだけじゃなくって、まずは相手の取りやすい綺麗なボールを送る、これは表ソフトでも言えます。でそこをしっかり追求してもらうことによって、結果的にブロックが上手になるんですよね。でその綺麗なボールを送れるようになることによる、メリット、意味について次は解説をしていきたいと思います。でその一つ目としては、まずボールに対する正しい当て方を覚えることができるということです。いやらしい変化をつけたりとかするときって、やっぱりボールの当たり方が多少こう変わってくることがあるんですよね。伸ばすブロックだったら面をややかぶせることもありますし、ナックルにするときやったらややラケットを上に向けたりするんですよね。でそういったちょっとこう変化をつける、偏った面を作る中で、まず基本的な面の作り方ができていないと、変化をつけるときに大幅にやりすぎてしまったりするんですよね。なので基準を作るといった意味合いです。こう当たったらボールがまっすぐ飛んでくれる、相手の取りやすいボールになってくれるっていう基準を作った上で、そこからナックル、伸ばすといった変化をつけてもらった方が、よりボールに対する安定感も生まれてくれます。特に表選手は覚えていただきたいですね。表選手ってやっぱり細かい面の微調整がすごく大事になってくるラバーなので、それをアバウトにやりすぎて、やっぱり自分の中で変化をつけようとしすぎてミスをしてしまうといったことも起こりかねないので、まずは表ソフトでも相手が取りやすい単純なボールを打てるように練習してもらうことは大事になってきます。これが一つ目ですね。そして二つ目としては、ボールに対するリズムとタイミングをつかむ練習になるということです。綺麗なボールを送るためにいろいろ考えると思うんですよ。どういったやり方をすれば相手にとって打ちやすいボールになるのか、綺麗なボールになるのかというところを考えたときに、やはり打点が速すぎるとか遅すぎるとか、そういった状態になってしまうと、やっぱりこう相手も打ちにくいボールになってしまうんですよね。なのでその相手の取りやすい綺麗なボールを送るために、自分の打球ポイントであったり捉える位置というのを意識しだすと思います。でそうすることで、やはり相手の取りやすい綺麗な弧線を作ることもできますし、それが安定して入るポイントなんですよね。いやらしいボールを作ることにこだわりすぎてしまっている選手って、ただただ作ることを考えすぎて打球ポイントであったり打つタイミングがすごい崩れてしまっている選手って多いんですよね。そうなるとちょっとこう速いボールであったり遅いボールの変化がついてきた時に自分が対応できなくなってしまうといった、怖さも生まれてしまいますので、綺麗なボールを打つためにもこのリズム、タイミングをしっかりとってベストなポイントを見つけてもらう、そこさえ見つけることができれば、そこから変化をつけていくことって意外と容易なので、この綺麗なボールを送るためのリズム、タイミングの取り方というのは2つ目としてしっかり意識するようにしましょう。そして3つ目としては、ここが全てなんですけど、自分よりも格上の選手と練習ができるようになるということです。練習相手として好かれるということですよね。これがやっぱり自分自身のレベルを上げるために必要だと思っていて、極論になっちゃうんですけど、やっぱり自分が強くなろうと思ったら、自分よりさらに格上の選手と練習であったり試合をするのが一番だと思うんですよ。
その時にただただいやらしいボールしか打てない選手っていわゆる練習相手に嫌われてしまうんですよ。まあ、それでもまあ自分の卓球を作るためやなと思って、まあ、突き抜けてもらうのも構わないんですけど、あ、やっぱりこの選手と練習したいなと思われるような技術力っていうのは持っといて損はないんですよ。まあ、表選手でもやはりブロックするときに相手が打ちやすいボールを打つことができれば、まあ、その格上選手が自分の調子を上げたいなと思ったときにやっぱり練習相手として指名してくれる。そうなるとやっぱり普段よりも質の高い練習も行えるようになるんですね。まあ、自分の将来のためですよね。これから自分自身がレベルアップしていくためにも練習相手として好かれるためのブロック技術っていうのを身につけてもらうこと、これすごく大事なんですよね。まあ、何事においてもそうなんですけど、やっぱり一人で卓球することはできないし、まあ、そのためにやはりいろんな人の力を借りないといけないです。そのいろんな人の力を借りて強くなるためにも、そのために必要な、まあ、要素、能力というのは身につけておいて損はないと思いますので、まあ、格上の選手と練習をする、その結果自分自身が上達できるといった目的のためにも、まあ、綺麗なブロックというのは、まあ、しっかり覚えていてもらった方がいいかなと考えております。次はこのブロック、綺麗なブロックを送る上での注意点についてまず解説をしていきたいと思います。で、その注意点の一つ目としてはフォアブロックもできるようになっておくということです。まあ、この綺麗なブロックをできるようにするというところで、まあ、よく考えがちなのがバックはある程度綺麗なボールを送れるようになる選手って多いんですよ。ただこれはもう自分自身の技術力を上げる上においても言えるんですけど、まあ、フォアブロックもしっかりそういったボールを打てるようになっておいた方がいいです。まあ、フォアに来たボールはただバチ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 打ち返すだけになってしまう選手もすごく多くって、まあ、それはそれで安定感がないんですよね。やっぱり安定した形がある中でそこから力を足していく、または力を減らしていく、止まるようなボールを送るといったところにつながってくると思うので、バックだけではなくフォアブロックにおいてもこういった綺麗なボールを送れるようにしておくというのは意識していただいた方がいいです。意外とフォアブロックって活用するんですよね。まあ、表ソフトを張った選手だとやっぱり全部が全部カウンターできへんし、この1本ちゃんとブロックで振り回したらそれだけで得点になるときに無理に打ちに行って失敗をしてしまう、どうやってその入れるということをすればいいのかわからないといったことも起こりかねないので、きちんとボールを狙ったところに入れることができる、この能力はしっかり身につけるようにしましょう。そして2つ目としては、まあ、コースを狙えるようにしておくということですね。まあ、綺麗なボールを送れるということは確かに大事なんですけど、ただ相手のど真ん中とか思ってもないところにその綺麗なボールを送ってると、まあ、これはこれで、まあ、良くはないですよね。まあ、なので私の中ではフォア、ミドル、バック、この3つのコースに自分が思ったように飛ばせるようにしてもらうということはとても大事になってきますね。それをやろうと思った上で先ほどお伝えさせてもらったリズム、タイミングであったり面の作り方とかがすごく大事な要素にはなってくるので、コースを狙うことができればそれはそのまま実践に生かすこともできるようになってきますので、ブロックを試合で活用するためにもこのコース取りというところはしっかり気をつけて練習を行うようにしましょう。まとめとしては、まあ、卓球の試合はやっぱり攻めと守りの割合というのは、まあ、一番離れてもやっぱり7対3ぐらいだと思います。で、その7ばかり練習しててもやっぱり3の部分がいい加減になっていると試合にコロッと負けてしまうこともありますし、やっぱり穴になってしまうんですよね。なので、まあ、意外とこう目がいかなくなってしまうこともあるんですけど、攻めるだけが全てじゃない、相手に打たれた時の対応能力もしっかり磨いておくことによって、まあ、しんどい場面、苦しい場面で我慢強く戦える選手にもなってくると思います。ただそのブロックというのは、まあ、前も動画でお伝えさせてもらったと思うんですけど、自分の練習でそんなに無理してやりすぎる必要はないんですよ。相手の練習でどこまで意識を高く持ってそのブロックということを行うことができるのか、相手のドライブを回すときにそこに来ると思ってただ棒立ちでブロックしているのか、もういつ違うコースに振られてもいいようにって意識を持ってブロックをしているのか、細かいボールに対して微調整をし続けているのか、そういったところからやはりブロック上達の鍵というのは存在していると思いますので、ブロックの上達のためにこの今回の要素を意識して練習に取り組んでもらったらいいかなと思います。皆さんの参考になれば幸いです。もしこの動画が参考になった方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。